そばにかー、皆さんこんにちは。はじめまして、 KS シャネルのバッと申します。 KS シャネルのメイと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はソワティーとコクンとコトーっていう言葉をよく耳にするでしょう。で、これらの言葉はどういう意味か、どんな時に使うか、今日は紹介いたします。ソワティはこんにちはっていう意味です。ソワティ、ソワティ。タイ語ではこれから言う言葉を文末につければ丁寧な話し方になります。例えば男性の場合はソワティの後ろにかつけます。ソワティか、ソワティか。女性の場合はソワティの後ろにかをつけます。ソワティか、実はタイ語のソワディはこんにちはだけではなく、おはようございます、こんばんは、時間かかわらず使われていますよ。それに別れるときや電話を切るときなど、ではさよならという意味として使うことができます。次はコクンです。皆さんよく聞いたことあるでしょう。コクンというのはありがとうという意味です。それでは発音してみましょう。ขอบคุณครับขอบคุณครับ女性の場合はขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ今日の最後はขอโทษです。ขอโทษはごめんなさいとすみませんという意味です。では発音してみましょう。ขอโทษค่ะขอโทษค่ะ男性の場合はขอโทษครับขอโทษครับ謝る時でも excuse me という意味でも使うことができますよ。はい、皆さん、最高の挨拶勉強しました。いかがでしたか？いかがでしたか？簡単ですよね。